変化、そういう実感がある。影の薄い、口数少ない男子。でも昨日は助けてくれた。え？もしかして私、清隆のことをいつの間にか。いや。ないって！清隆は、それとも恋愛目的？はい。少し調べてもらいたいことがある。佐藤のことは性格、趣味や思考も分かると言われた。おあいにくさま、私は佐藤さんと別グループだから、意地悪くらい言わせなさいよ。で、やっぱり佐藤さんのこと気になってるの？それとも手駒にしたいだけ？私がいるのに。佐藤にお前の代わりは務まらない。うすうすそうじゃないかとは思ってたけどさ。今どうかしたか？あんたって誰かを好きになったこととか？今のところはないな。雪強くなってきた。あんたのことだからきっと誰にもプレゼントもらえてないんでしょ。ありがたく受け取りなさいよ。そうだ、俺もお前にジェックス水をかけられていたから崩すと思った。ありがとう。そろそろ帰るか。これでいい。軽井沢系は完全に俺に依存した。壊れるギリギリのタイミングまで救出を遅らせたこと、全て予定通り。軽井沢の中身は簡単には裏切らない。いい子が結局俺はまだあそこにいるんだ。手駒以上の何かを感じることは、この関係が変わることはあるのだろうか。